初球振っていきますが、ボールはダグアウトの中。若月、義母、松井のところに打球が飛んでいきました。さあ、そして今日4番の島内です。4試合ほど打順が1つ上がって3番打ってましたけども、今日はまた4番ということになりました。まあ、ここで森野がタイムを取りました、まあ、時間をかけてもいい場面ではあるんですけど、はいはい、ちょっと内側、際どいコース、ズバッとインコース来たんですが、まあ完全に裏もかけましたしね、まあ、若いエネルギーが、充満してるんで、それを吸ってパワーにしたいなと思います。はい。